船引き運河は、沖諸島の西の島にある運河。日本海の外海と島前の内海を結んでいる。全長340メートル、幅12メートル、水深3メートル。船引き運河や船越運河とも呼ばれる。船引き運河は、国が海岸とともに、西の島町の象徴的な存在である。西の島のほぼ中央部の美联船引きにある地境部を掘削して建設され、 島前の内海である、浦号湾と外海である、日本海を結んでいる。浦号港、別府港、岸浦港から、国が海岸に至る観光遊覧船は、内海からこの運河を通って、外目に至っている。船引き運河に架か,かる橋は、国道485号による一本のみである。かつては、別府港から浦号港に至る際に必ずこの橋を通る必要が、 あったが、2005年に、西の島大橋を含む国道485号、西の島バイパスが完成したことから、別府港から浦号港に向かう車は、船引き運河の上を通過しなくなった。運河開作前の地境部沖諸島の西の島には、一定規模の河川が存在せず、また平地が少ないことから、農業は盛んではない。西の島の主産業は漁業であり、 裏ラ港は島全随一の漁業基地だった。しかし、宴会に工業場を有しながら十分な活用ができない状態だった。西の島の西方の外海は優れた漁場であるが、西の島の西海岸には3度以外に漁港がなく、裏ラ港から出港した船は大きく迂回しないと外目にたどり着けなかった。無動力船の時代は外海に出ること自体に大きな労力が必要であり、 当期は北西からの季節風や高波の影響で出港できないことも多かった。このため、かつては裏号湾から人力で船を引っ張って地境部を越えることもあり、このことから船越という地名が生まれたとされる。西の島における船引き運河の一国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成1913年には西の島中央部の美田船引きにある地境部に運河を改作する計画が発案された。損営事業といえば道路整備が精一杯の時代であり、住民にとっては奇想天外な計画だった。地境部は黒木村の地内にあったが、黒木村と裏郷村が組合を設立して共同で行った。また、この奇想天外な計画を実現するために、 村民の理解を得るのは容易ではなかったが、黒木村の中西松次郎村長と浦郷村の今、佐紀半太郎村長が村民を説得した。島根県による金銭的支援もあり、高岡直樹知事は5,900円の助成金を支出している。中西は1913年7月28日の黒木村議会で運河の改策を提案した。浦郷村議会でも九月十二日に、 運河の改作が可決された。1914年6月22日に着工。岩盤の破砕には火薬を用いたが、基本的には、桑と鶴橋による人力の作業だった。1915年3月末に、船引き運河が完成した。総工費は1万7千円。総工費は、村の年間予算に匹敵し、西の島の歴史上稀に見る大事業だった。 完成当時は全長340メートル、幅5.5メートル、水深1.65メートルだった。5月24日には高岡知事も列席して、開通記念祝賀行事を行っている。浦子港にある今先半太郎の銅像1957年2月11日には、船引き運河の開作時に手を組んだ浦子町と黒木村が合併して、西の島町が成立している。 1963年に沖諸島が大仙沖国立公園に指定されて観光客が増加すると船引き運河は国が海岸をめぐる観光遊覧船のコースに組み込まれた。1953年に離島振興法が制定されると1964年以後には離島振興事業として運河の改修工事が実施された。拡幅、掘り下げ、 橋の掛け替えなどが行われ、1974年には、現在の全長340メートル、幅12メートル、水深3メートルに拡張された。この大改修は、津波被害や高潮被害の減少にも役立った。1986年10月には今崎、半太郎を明らかによって、浦郷漁港にあるシルバー海間脇の一角に今崎の銅像が建てられた。 毎年8月16日にはシャーラ船と呼ばれる民族行事が行われる。わラで作った船に盆の備え物を積み、船引き運河を漁船で栄光して沖合に流すのである。ありがとうございます。